西南鎮文属省西郷制の図明治10年3代目、歌川国貞大正9年10月26日とは、江戸時代末期から明治時代にかけての浮世絵師。3代目、歌川報国及び4代目、歌川報国の門人。姓は竹内、幼名は浅太郎、名は秀久。梅堂、梅浅郎、高長郎、和俊斎、梅堂豊斎、薫斎と号す。江戸日本橋の生まれ。父は大阪屋栄次郎、母は堀利弘の藩士の娘で竹内里といった。生後間もなくして一家は深川富吉町に移る。三代国貞は母方の姓を称しており、安政5年、11歳で父の友人、歌川国麿の父を介して、狂言作者の桜田左光に伴われて三代目、報国に入門し、梅堂国政、和俊斎国政と称した。三代目報国の没後、二代目、歌川国貞に学ぶ。明治22年に三代目として、国貞の名を継ぎ、高長老と号す。さらに、明治24年以降、豊斎と号した。主に文明開化絵や役者絵を描き、初代、市川左團次の似顔絵を得意としていた。風俗画も多く描いている。柿柄町2丁目に住し、後に浅草田町に移った。国政時代には、東京12景、東京写真名所一覧、東京開化名景整理、東京尾張街繁栄の図、東京銀座レンガ石像繁栄の図などの3枚、続くがある。蒸気機関車を何枚も描いて、開化絵に積極的であった。その他、内輪絵、横浜絵、役者の似顔絵、博覧会図、版本、新聞挿絵なども手掛けている。役者絵では、市川左團次を得意としていた。大正9年10月26日死去。享年73。門人に5代目、歌川国政、2代目歌川国虎、小竹国一がいる。ありがとうございます。